さんこんばんは、コモディ TV。 今夜は新型 X-Trail VS 新型 CX-60、 受注意外に日産好調、 VC ターボ&Eパート直力ディーゼルターボ、どっちがいいのか。てなわけでコモディ TV、 今回はですね、まあ先日発表された X-Trail、はいはい、でもう受注が結構好調 で、 そうです、ね、2週間で1万2000台レベル、うん、でそれに対して CX-60 も、まあ、頑張ってはいるんですけども、うん、まあ、6000台レベルっていうことで、そうですね、この差は何を、まあ、何に、まあ、あの価格とか車のイメージとか、はい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 、あとは乗り換えの需要が、ね、はい、CX-60 の方はないですけど、はい、X-Trail はもうあるわけで、はい、っていうのと、あとは販売店の数もですね、はい、日産は2100店舗ぐらいで、はい、で、マツダに関しては今減ってるから、はい、そう、選別してますよね。半分以下でしょうね、はい、今ね。なるほど。1000店舗行ってないはずですよ。だから単純に車の実力だけではないけれども、ただエクストレールやっぱりあれですよね。まあ、どんな車かっていうところでもちょっとつながってくるんですけども、デビュー2000年で今回で4代目。結構 ね、特に初代は結構国内で売れたイメージがあってですね、やっぱりユーザー多いんですよね。そうですね、多いでしょうね、はい、で先代型は、はい、あの北米のローグと、はい、あのボディを強化したりして、はいはい、ちょっとこうかっこいい路線に行ったので、はいはいはい、またあの現行型新型でですね、はい、あの直線基調にして、まあちょっと原点回帰っぽくなってますかね。俺まだかっこいい路線だなって俺は個人的に思ってますけど。あのこうなんていうの、はい、曲線的なボディスタイルではなくなりましたよね。はい。はい、で僕ね新型エクストレール実は乗ってないので、ちょっと YouTube さんから改めて、分かるところを。はいはいはい。で、あのまあご存知のように VC ターボという可変圧縮比のターボと、はいはい、それからあの可変圧縮比のエンジンにこれです、ね、ターボを装着して、はい、でそれをなおかつ発電用に使うという、うんうん、ことになってます。まあ、発電専用っていうのは。発電専用でいいですね。あの、直結するモードはないんで。なんか効率的にどうなのかなっていう気もしますよね。だから最初、あの、はい、圧縮比が 8.1 から14対1ということなので、はい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 、あの、軽負荷、軽い負荷の時には14対1で回してて、うん、で、スイッチしたように8対1にするのかなと思ってたら、割とシームレスにこう、はい、回っていく形になっているという、うん、そういうことです、はい、で、あの、まあ、運転感覚としては、要するに電気自動車になるんですけれども、はいはいはい、低回転域のトルクなんかは結構あってですね、はいはい、それで、アクセル踏み込んでったりすると、はい、あの、これは今、あの、ホンダとかでもやってる話なんですが、うん、あの、エンジンを、うん、あの、アクセル回路にある程度同期させてですね、はいはい、自然な。その自然な感じで、要するに、うん、あの、いわゆる発電のためにエンジンを回してるっていうことを感じさせないような、うん、あの制御にはなってます。だからそれをあんまり突き詰めると、はい、そうすると効率が逆に下がってきちゃうので、本来だったら一番美味しいところだけ回してるのがいいわけじゃないですか。だからそういう意味からすると、そこのところの塩梅がかなり難しいところにはなってますよね。塩梅。いや、で、実際これ乗られたんですか？乗りました、乗りました。乗った感じ自体は実際どうですか？ VC ターボの E パワーっていうのが一つの、売りですけど、やっぱりそこは売りになってる感じですか？そうです。だから、ただ、その VC ターボを意識させるところはあんまりないですよね。そうですよね。だからもう、VC ターボって改めて言うと、とにかく結構画期的なね。画期的なものなんだけど。圧縮比を可変させて、そうそうそう、ターボを効かせて、ハイパワーの時は低圧縮比で、で、ターボ効かせない効率を良くしたいところは圧縮比を上げるって言うんですけど、だけど発電機として使うからもうブーッと。使うわけだから、だからフォーなんかあんな意味あんのかなと思っちゃってるんですけど。あの、効率を徹底的に追求するんであれば、あの、要は、負荷がかかってるね。はい、はい。一生懸命やってなきゃいけない時には、8対1にして、はいはい、それで、やっぱりそういう、ターボにすると。それで、軽負荷の時には14対1。で、どっちかで回転数ももう決めちゃって、っていう風にやればいいじゃないですか。はい、あの、要するにスイッチするようにして、こうね、変わると。ただ、それだと違和感があるので、あの、ホンダがやってるように、ホンダがやってるように、ね、あの、ホンダも、あの、ステップ変速みたいなのやるじゃないですか。やりますね。回転上がってんだっていう、はい、そういう発電用のエンジンになる、そういうことをやるのに近いようなことをやっぱり VC ターボもやってはいますよね。で、それずっとやると効率下がるでしょって、それは確かに下がると。
なので、下がらないような領域のところでうまく両立させるようにやるのがチューニングだっていうことを、開発の方はおっしゃってましたけどね。あと、それ以外に、あと今回からアウトランダーとプラトーン新作、ね、共通で新作になって、そういうことですね。そのパワートレイン自体は、まあ、E パワーの、パワー感を増してるっていう感じです。そういうことです。だからアウトランダーと共通化させちゃえばいいじゃんよっていうふうに思いますけど。パワートレイまで。パワートレイまでね。だけどそれはやってないわけで、完全な姉妹車になっちゃうので、ホイールベースとかは一緒だし、はい、まあこれ日産が開発したプラットフォームなんですけども、それを使いつつ、そのアウトランダーと、エクストレイルでは違うものにしているということですね。やっぱボディも新しくなって、だいぶ良くなった感じですね。そうですね。軽快感、はい、あれは、そう、ハンドリングに関しては割とアウトランダーとちょっと似てるところがあって。そうなんだ。そう。やっぱりそうなんだ。似てる。あのね。ああ。そうです。ただ、北米のローグだとピケってやるとすごい改造するのね。その代わり、危険回避みたいなことやるとちょっと、過敏だったりするね。そう、滑りやすかったりするんです。さすがにそういうセッティングにはしなくて、マイルドにしたんですよね。なるほど。だから、ローグに比べればマイルドになってるんだけど、はい、でも根底にある、割とこう、キビキビ曲がって、はい、で、そのタンクに応じてこう、確実にこう旋回していくっていうようなところは、はい、エクストレイルと共通ですね。で、アウトランダーの方に関しては、かなりよく曲がるじゃないですか。うん、で、いや、もうすごいですよ、すごいなっていう。はい。だああいう、電動四駆は、ツインモーター、はい。サプライズみたいなものは、それはそれほど強くはない。やっぱり四駆の、前後ツインモーターの、ありえない、曲がり方はさすがにない。いや、だからそれは僕ね、安心しました。僕はアウトランダー結構すごい車だなと思っているので。そう、だからあれがいいか悪いかっていうとまたあるじゃないですか。まあ、自然に感じる人もいるだろうし。僕はすごいと思いましたけど、ね。松田的な考え方でいくとああいうものはあんまり。まあ、このままですね。どっちかっていうと、旨味調味料をバイバイ入れた中華料理みたいな味ですよね。強引に味がすごい。そうそうそう。だからガシッとこう、飽きるっちゃ飽きる。めちゃめちゃもうゴルフスイングしたくて常に芯に当たるみたいな、バットを振った時に常に芯に当たったような感じですよね。まあわかりますよ。カニの身をなんか皮だけ取ってくれて旨味だけ食ってるみたいなところがあるけど、まあだんだんわからない表現になってきましたが。まあさておき、じゃあ今ちょうどその話題の新作、エクストレイルと、CX60 なんですけど、結構だから、違う2台なんですけども、そこら辺をちょっと、洋一郎さんに合意に比べていただきたいと思います。そもそも同じようなタイミングで出てくるっていうところが、ね、今はもう SUV のブームなんだなっていうのを感じる。はいはい、ただ、エクストレイルの場合は、まあ、フルモデルチェンジだから、必ずしもその、なんて、今までの流れに沿ってるっては沿ってるんですけどね。あ、まあ、やっぱり同じような市場に向けて、同じような、商品を作ってるので、ってことは開発の方は言いますよね。はい、なんでこんなにいるのは単なる偶然なのかっていうと、必ずしも偶然じゃないよと。うん。うん、やっぱり、市場性に合わせてお互いに作ってるので、はい、似てるところがある。で、はい、価格。はい。比較なので、同じようなところと合わせるとですね、はい、そうすると、エクストレイルの G、E フォースという 4WD が、これ、FF とかもあるんですか？ FF もありますね。はい、FF もあります。で、その上で、だってノーマルエンジンはないですよ。前みたいな2リッターの、いわゆるノーマルアスピレーションのエンジンはありません。はい、で、その VC ターボ。ターボの E パワー。E パワー。モーター駆動ですよね。モーター駆動。ほぼ、振る舞いは電気自動車みたいなところは、そう。1本。はい。で、4駆と2駆があると。G はどれくらいのグレードなんですか？で、肉の方に関しては、じゃあ、4駆の方に関しては、後輪をモーターで駆動するっていう、そういうタイプになってます。うんうん、で、G に関しては最上級グレード。最上級グレードになるんだ。なるんです。そこで言うと、やっぱりあれですね、CX60 はこの上にプラグインハイブリッドとか、そうあと、マイルドハイブリッドを。そうです、そうです。だから、これ、正直なところで言うと、比較しやすいところで持ってきたんですよ。うん、科学的にね、グレード的に。は本当は、中級のグレードはですね、まあ、解読かなっていうところがあるんだけど、なるほどなるほど。そうすると、CX60 と、XE フォースっていうのが、379,900円っていうのが、割と、一般的なところかなと思う。X の E フォースですね。そう、X の E フォース。うん、まあ、エクストレイルはね、もともと肉っていうのはあんまり、伝統的に、用意されててもどっちかっていうと、脇役的な存在なので、四駆で持っていくと、そうすると XE フォースというのは、380万ぐらいか。はい、
のところが中級なんだけど、ちょっとそれでも CX60 と比べにくいっていうのは。そうですよ。そう考えるとやっぱり CX60 のこの価格幅ちょっと異常なんですね。そう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 。あの、与一郎さんと散々言いましたけど、二つの車が入ってるぐらいの、ありますよね。ちょっと真ん中辺に位置するのが、まあ、あそのクロス D の ディーゼルの、アルドハイブリッドなしの、まあ、の高い方ですよね。そうです、そうです。で、まあ、エクストレイルで、それで、売れ筋になってるのが、うん、はいはい、やっぱり開発の初期なので、G の E4 が、はい、最初は多いですよ。うん。4区がね、90% が4区。ええ。だから要するに肉は 10% だけ。まあこれ初期ですからね、どうしても上の方に行くんですけど、それからあとグレード体系で言うと、肉用それぞれ GXS っていうのがあるんだけど、はい、G がやっぱり 61% なので、うん、GE フォースっていうのはやっぱり売れ筋になっている。なるほど。やっぱりここら辺はメインどころで。メインどころで。メインどころで、まあ、約450万円の、はい、466万円か、はい。だからまあ、16万円ぐらいの価格差なんで、はい、ほぼほぼ一緒。はい。はい、ということで、これをピックアップしました。はい。はい、で、じゃじゃん。サイズ。で、サイズは、はい、FR なので、はい、CX60 はね、今時 FR ですよね。なので、そうか。そう、前輪が少し前の方に行くんで、そういう意味では、CX60 の方がちょっと、ボディは長い。要するに、サイズでかいけれども、じゃあ、室内の広さで言うと割と同等だってことなんですね。そう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 、同等か。そうです。なるほど。はい。はい。室内の広さのところも、ね。はい。じゃあ、室内の広さ。そう。で、はい、でこれ見るとですね、はい、身長170センチの大人4名が乗車して、うん、まあ、具体的に僕の運転席に座って、で、右側のね、運転席に座って、ドライビングポジションを合わせます。うん、で、その真後ろにこう、うん、座った時、はい、なんですけれども、エクストレイルは、握り拳が2つ分、うん、2つ半入ります。うん、で、もって、ボディの長い CX60 の方が、なるほど。2つ分ですから、足元空間はですね、エクストレイルの方が広い。だから当然やっぱり FF ベースの、そうですね。SUV の方が、スペース効率、空間効率はいいってことですね。いいところはありますね。はい、まあ、はい、FR の話でも悪いかっていうと、まあもちろん、そうでもない。いや、やっぱりそれをあえてそうしてるわけですからね。うん、だからまあ、まあ、そこよりも、はい、ドライビングポジションとかそういうものを、はい、まあ、CX60 の方は重視したっていうことなんですね。味の SUV ってことですね。そうですね。はい、で、まあ、エクストレイルの方は3列シートって言っても、はい、2室に補助席がつくっていうそういう仕様ですけど、うん、かなり窮屈なんですが、なるほど、とりあえず3列シート車もあるし、CX60 はないと。結構こう考えるとここでキャラの違いわかりますね。わかりますね。やっぱり CX60 は割と高級路線っていうか、うん、本当ドイツプレミアムに負けないぐらいの FRSUV で、うん、そこまでマルチな、パーパスな車ではないけど、ね、エクストレイルは本格的な四駆っぽいデザインと、あとやっぱりスペースユーティリティとかがかなり高いし。ある。ほら、はい、あと、マスターの場合は CX8 があるので。ああ。で、ね、バリエーション多いじゃないですか、CX5 の。そうですね、3列シートの SUV のね。そうそう。だから、そういう意味では、それぞれをこう、絞り込んで作ってるっていうところはありますよね、はい、マスターの場合はね、はい。で、肝心の動力性能、うん、はい、と燃費。で、これも、モーター駆動と、それからあと、ディーゼルなので、はい、うん。これ全然違いますね、これね。比較はしにくいんだけど。しにくいっすね、これね。そうそうそう。で、必ずしもあれですよ、エクストレイルの方はフロントモーター240馬力で、リアモーター136で、うんうん、はい、で、これ、合計単純にすればいいかって言うと、そんなことない。370馬力出るわけじゃない。なるほど。ないんで、あくまでも塩梅なんですが、はい、ただ乗った感じからすると、はい、どうですか、乗った感じで、あえてそのノーマルタイプのガソリンエンジンに当てはめると、そうすると3リッターから 3.5 リッターぐらいの感じがなって。この単純に想像するとエクストレイルが速いんじゃないかっていう。というふうに思う。思いますよ。必ずしもそうでもない。言えない。しかも電動モーターだと特に低回転で、そうそう、ガス出せるじゃないですか。そこのところは 3.5 リッターぐらいの感じなんですけど、回転上がってたりなんかすると、3リッターぐらいなのかなっていうふうに思ったりするところとか、ね。いや、ぶっちゃけこのあたりが一番大きいじゃないですか。やっぱ走り味であり、加速感が、どっちが高級感があって、パワフルで、そうそうそう、あと、なおかつ燃費がいいのかって、ね、後で言いますけど。滑らかさっていうようなところで見ると、はい、やっぱりモーター駆動のエクストレイルの方だろうと思うんですよね。はい、で、ただ余裕としては 3.5 リッター、まあそうで4リッターっていう感じじゃない、ドンとこくるような感じじゃないですよね。やっぱり 3.5 リッターとかそのくらいの、はい、感じ。ただしそれはある程度制御で絞ってる
ことも考えられますけどね。あんまり一人出し感、出すと、車の考え方として良くないという場合は、制御を絞ってることもある、なんとも言えないんですけども、はい、まあ 3.5 リッターぐらいの感じという。はい、なるほど。で、CX60 の方はディーゼルがあってね、そうですね、1500回転で51キロもトルク出すわけですから、やっぱりそこはディーゼルの運転感覚になるということで、これは、これはちょっと趣味は相当分かれますね。うん、で、ハンドリング的なところはどうですか？ハンドリング的なところは、はい、CX60 の方が一番というと直進安定性の方だろうと思うんですけど、はいはい、X-Trailの方は割と軽快に曲がる。あ、結構軽快に曲がるんだ。そうそう。だから、その辺のところはちょっと、アウトランダーみたいな。やっぱさっき言った。あそこまでそう、あなたおっしゃったように、もう、ぐいぐい曲がってくる。ぐいぐい曲がっても、アンダーステアなんて全くないっていう感じですけど。そう、ああいうおもちゃ感みたいなのは、そう。もちろんない。ないんだけど、でもやっぱり、かなり軽快によく曲がるし、それからあと、違和感を感じさせないように、おもちゃ感だとちょっと、なるほど。人によっては違和感感じるじゃないですか。あれが曲がりすぎちゃうみたいなところもあったりするけど、ああいうアウトランダーのちょっとこう、なんていうんですかね、演出効果みたいなものはそんな強くないですけど、でも、素性は似たようなところがあります。これ、だからそう考えると、やっぱエクストレイルのが普通、一般的に分かりやすいのは、こちらなんですね。走り味もスペースのユーティリティも。そうでしょう、ね。それに対して CX60 はどっちかっていうとあれですよね。やっぱり車を知ってる人って車好き、車マニア向けですね。マニア向けっていうことで。だから、そういう意味じゃ、マツダらしい、今のマツダ自体がそういう絞り込んだ商品にしてるじゃないですか。はい、要するに、万人向けってじゃなくて、車好きの人っていうことでやってる。2% 戦略もありましたし、ね。まあね、ある程度成功はしているので、それに合わせたような戦略っていうことでは、納得はできますよね、もちろん。で、ここで気になるのは価格、間違えた、燃費なんですけど。そう。はい。でね。結構、重なるんですね。そうなんですよ。それで。数字重なるっていうか、ほぼ一緒ですよ。一緒ですよ。うん。それで、軽油なので CX60 の方は。ね、で、ガソリン価格に換算すると、まあ、21キロぐらいのところにはなるほどね。っていうか逆にエクストレイル、こんなにいいんですか？だって結構なサイズじゃないですか。4.6メートル台で、車重的にも結構いく SUV で、E パワーで、だから電動車でね、うん、やっぱりその E パワーの限界ってそのエンジンがそこまで燃費をね、稼げないみたいなところがあったと思うんですけど、はいはい、じゃあやっぱりこの VC ターボ効率いいってこと？効率がいいんでしょうね、きっとね。うん、この燃費の良さ意外と良くて。CX60 と比べると、もうちょっと行くんじゃないのとかっていうふうに思っちゃったんですけど。どういうことですか？ CX60 がだからあれだけ大きくて、トルクもある。まあディーゼルだからさ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、でも 18.3 キロってほら、はい、この数値って CX5 の、2.2 リッター、ディーゼルのよりも良かったりするので、そういう意味からすると、どっちの方がその動力性能対、はい、そのガソリンっていうか、燃料代みたいなところで見ると、CX60 の方は、ガソリンエンジンに置き換えるとね、20キロオーバーぐらいの、その燃料代に収まるので。はい、じゃあ、洋一郎さん的には、コストパワー感と言いましょう。コストパワー感からすると、CX60 の方が。なるほど。なるほど。能力的なものからすれば。はい、だから、X-Rayの場合は逆に、エンジンの回転感覚とか、加速感とかっていうのの、滑らかさとか、あるいは、ちょっとそれでもね、アクセル踏み込むと、エンジン回転が先に先行したような的なところはあるんだけど、でも、かなりリニアはリニアで。そこは結構頑張ってるんですか？そうだ、そこのところの、チューニングに対して、どのくらいの、好みが合うかっていうところが、分かれ目なのかな。屋台の発電機関は抑えてあるんですね。そういうことです。それはもう、もう、さーんっていきなりこうやって、たこ焼き売ってるおっちゃんみたいな車にはならないようにしてるってことですよね。いやいや、はい。そうですか。はい。はい。で、あと主要装備。で、主要装備は、はい。これがですね、うん、エクストレイルももちろん、かなり充実してるんですけども、うん、CX-A60 の方になると、うん、アダプティブ LED ヘッドランプとか、あと、ドライバー異常対応システム。要するに意識失っちゃったりとか、あとナッパレザーシートとか、なるほど、パノラマサンルーフとか、うん、
これかなりすごいっすよね。なるほど、装備がこの460万円台のこのディーゼルのモデルは結構充実していて、陽一郎さん的に言うとすごい。ここで勝負がついたなみたいな感じは個人的には、ね、装備ね。その車の質とかスペースは結構好みにあるけども、それは一応一旦で、もちろんあの、ねね、トルクがあって燃費もいいとかって CX-6 っていうのはあるけど、でも X-Trail だってそれはそれで、ね、VC ターボ好きな方が乗れば、うん、この滑らかだし、あのディーゼルはどうしたってちょっとこう、なんていうか、乱暴で言えば乱暴なところがどうしたって出るじゃないですか。はいはい、内燃機関らしさみたいな部分が、はい、その辺のところの、その好みとか、まあ、品質感みたいなところからすれば、エクストレイルもいいところ十分たくさんあると思うんですけど、ただこの装備に関しては、これはやっぱりかなり CX-60 は、結構充実している。リアスにはなってると思うんですよね。はい。じゃあもうほぼ結論ですか。あ、そう、あとインテリアの質感どうですか。ここが、まあこれすみません。ちょっと高い方の写真しかなかったんで出しちゃって、これはもっと高い500万円台の、エグゼクティブじゃなくて何でしたっけ、なんとか。そう、エグゼクティブスポーツだった。違います。とにかく、スポーツと、あ、プレミアムスポーツと、あ、間違えました。違います。エクスクルーシブ。いや、違う。じゃない。じゃない。ごめん。すみません。すみません。エクスクルーシブではない。エクスクルーシブ。エクスクルーシブモダンってエクスクルーシブスポーツでしょ。あ、じゃあ、この価格、結構500万超えますよね、こっちの仕様はね。そう、こっちの仕様500万ですよね。だってこれは、ハイブリッドだけだから。そうだ、これはマイルドハイブリッドだけと、その上の PHEV のみで選べるエクスクルーシブモダンとエクスクルーシブスポーツ。スポーツの写真を出してしまったけれども、どうですか、こう。やっぱりエクストレイルの方が割と一般的な感じ。一般的な感じは質感は高いですよね。だからエクスクルーシブモダンとエクスクルーシブスポーツの500万円オーバーのやつと比べると、さすがにこっちの方が説得力あるじゃないですか。はい、マスラッティみたいなことするわけで。ね、はい、このステッチなんかもすごいですけど、はい、でも、はい、今回取り上げたエクスクルーシブモードと、はい、それからエクストレイルの G、うん、E フォースのところだと、うん、持つかつ。なるほど。そこまで差はない。なっていう感じがするかな。わかりました、うん。じゃあ、じゃじゃん結論。コスパ。やっぱ断然買える。あ、そういう感じですか。いや、だからこれ人によって見方違うと思うけどね。そう、だから僕としては、ね、もうエクストレイルはもうちょっと下のクラスでもいいかもしれないし、ね、スペースとか、わかりやすいその運転の感覚、スポーティーな感覚では、もしや、エクストレイルの方がいいような気がしますけど。ただ、だから X の方だとさっき言ったみたいに380万ぐらいなんですけど、うん、ただね、カーナビとかがやっぱりね、オプション設定になったりとかするんですよ。なるほど。はい。はい。なので、そこら辺のところが、はい、調べてちょっと難しい。じゃあやっぱり CX-60 がそもそもさ、はい、クロス D のあのハイブリッドの方はポンと値段が上がるけど、うんはいはい、そうか。だけどクロス D はさ、これはこの前も話になったけど、ね、そもそもディーゼルが渾身の割安感になってるので、はいはい、あの6気筒のね、3.3リッターの、で、あのモーターのないやつが渾身の割安感なんで、それと比べられるので、うん、ちょっと不利かな。じゃあ車好きはもちろん CX-60 だし、うん、それ以外装備でも考えても、この450万円前後だと CX-60 の方が、ちょっと安くていいもの、安くというか価格の割に装備がいっぱい、はい、ついてる感じがある。ただしさっき、鉱石の広さとか、そうね、エクストレイルの方がちょっと広かったりするじゃないですか。はいはい、だからもうファミリーで使って、はい、それで、そんな迫力のある走りとかっていうんじゃなくて、はい、もっとこう、滑らかに走りたいと。はい、で、うん、あまりその趣味性が強いのはちょっと避けたい。うん、で、ボディもなるべくコンパクトの方がいい。はい。とかっていう話になると、うんはい、やっぱりエクストレイルを選ぶ余地というのは、十分あるだろう。ね、ただし、その、コスパっていうところで見ると、はい、CX-60 の方が、コスパが強いことは確かだろうなという、はい、そういうことですね。じゃあ結論としては、まあ。ラップする部分としない部分があるっていう。
え、ラップ、どの辺がラップする感じ？だからラップするところはお互いにミドルサイズの SUV とかっていうところはラップしてきて、はいはいはい、でそこで比べちゃうとどうしたって CX60 の方が、はい、あの解読感が強いよねっていう話になるけれども、はいはいはい、だけど、あの CX60 にはないその馴染みやすさとか、はい、滑らかさとか、うん、静かさとか、っていう部分、軽快感とかね、いう部分に関してはエクストレイルを選ぶのが十分にある。だから両方ともまあできればノーリクラベてですね、選ばれるのはいいかなとは思うんですけど、結構だから実は価格だけとかで比べられない味の違いが大きいですね、うん、あるある。でそこが SUV の、うん、あの大切なところ。もちろんどの車でもね、軽自動車のハイドワゴンでも、うん、もちろん味の違いは大切なんですよ、うん、だけど、うん、あの特にこういう、うん、あの SUV の場合はそこが重要になってくるので、はい、なるほど、あの乗り比べて選ぶと、そうするとより一層分かりやすいから、まあ個人的に私小沢的には CX60 を選んじゃうと思いますけど、うん、これ奥様とかだとちょっと違いしそうですね。そうそうそう、エクストレームが扱いやすいとか分かりやすくて広いと、うん、まあ、微妙なサイズ差はそこまで感じないと思うけど、幅も CX60 も微妙に広いですね。広いですからね。そういうところもあるし、今まで乗ってきた販売者との付き合いみたいなものもあると、はいはい、そうすると、はい、比べていただきたいなと。わかりました。てなわけで、そうですね。てなわけで今夜は新型エクストレイル VS 新型 CX60 でしたが、まあこれはまさに乗ってみて考えてください。味が違いすぎるってことですね。はい、わかりました。どうもありがとうございました。